あんまりドーパミンに頼らない方が、大きな喜びが生まれるんじゃないかなっていう。うん、はあ、なるほど。うん、教えて、ジャック先生。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ジャック先生、今日の、お聞きしたいテーマはですね、ドーパミン出しすぎ注意っていうことでお聞きしたいんですが、はい、ドーパミンという物質、まあよく言葉ではよく聞くんですけど、はい、ドーパミンっていうのは、なんかどういう時に出るものなんですかね。ドーパミンはそもそも、神経細胞から神経細胞へ情報を伝える神経伝達物質の一つなんですよね。はいはい、脳内のドーパミンが減ることによって、パーキンソン病になったりとかするっていうのも解明されてきてるので、ということは結局運動に関わっている何らかの神経物質なんだろうっていうことは分かってきてるんですよね。ドーパミンがいっぱい出るときっていうのが嬉しいときというか、興奮するときに出ると。その物質がだから出た方が運動機能が高まるっていうところはあるっちゃあるんですけど、はい、ドーパミンの中のエンドルフィンっていう物質があるんですけど、このエンドルフィンなんていうのは運動する時のモチベーションっていうんですか、エンドルフィンが出てるとやろうって思う、はいはいはい、モチベーションとか気持ち上がるってことですね。そうです、ドーパミンって出た方がいいことはいいんですけど、はい、出過ぎの時に何が起こるかというと統合失調症とかそういう症状になったりするんですね、はい、まあ僕が見ているプロゴルファーなんかも、自分がずっと昔トレーニングしてきた時に、結構優秀なトレーナーの人に興奮しないようにしなさいと、そうしないとドーパミンを使っていつも運動してる人は、どんどんその快楽物質に左右されるようになるんですよね。モチベーションが上がってる時や下がってる時とかって、そういうことに左右される体になってしまうと。なるほど。じゃあ本来はスイッチを入れるためのものなはずだったのに、出過ぎた結果、次はもう出ないとやる気が出なかったりとか。そうですね。そこまで追い込まないと、ドーパミンが出なくなるとすると、そこまで追い込んでドーパミン出そうとするんで、コントロールができなくなってくるというか。そうですね。ドーパミンに支配された運動になっちゃうんですね。はいはい、ちょっと気乗りしないとか、それこそよくそれを自分で気分屋だからみたいな言葉でちょっとなんか。やる気とか関係ないですよね。やる気なんてものは存在しないとかなんか言いますよね。よく選手たちとも話するんですけど、気持ちが高ぶってようが、高ぶってなかろうが、パフォーマンスのいい時は、いいし、例えば家族で誰かが亡くなられた、でも活躍できてる人もいるし、ドーパミンが出なかったらパフォーマンスが悪いのっていうことにつながっちゃうと思うんですけど、そうじゃないんですよね。運動の機能っていうのはドーパミンに大きく左右されてるものではないので、でもまあ多少は出なきゃいけないです。必要量は出なきゃいけない、まあその中に含まれるエンドルフィンとかがやる気を引き起こしてくれたりとか、運動してる時の辛いっていうのをこう軽減してくれたりとか、出た方がいいんだけど、ドーパミンに左右されてトレーニングしてしまうと小脳に記憶させるっていうところで言うと、はい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 、デメリットが出るんですよね。正しい動きを覚え込ませるにはそれなりに神経伝達がうまくいってなきゃいけないわけですよね。細かい動きに対してのいろんな神経質が伝達されてなきゃいけないんだけど、ドーパミンっていうちょっと強い刺激物質によってそれがちょっと阻害されてしまうというか、精度の高いトレーニングをするっていう上では面白くなくてもいいから、淡々と同じことをするっていうのは実はとても大切なことで、なるほど、運動の神経回路的にもちょっと出すぎると邪魔になっちゃったりするってことがあるってことなんですね。辛いのを軽減するため、そんなに大きく解明されてないんですけど、やっぱり辛いことを軽減するためにドーパミンとかエンドルフィンっていうのが出てるものであって、はい、運動する目的としてそれを出すものではない、はい、あくまで背中をちょっと押してくれるというか、そうですね、最初のスイッチを入れるみたいなことですね、例えばエンドルフィンを出さなきゃいけないってなったら、エンドルフィン出すの簡単なんですよ、感謝すればいいんです。へー、エンドルフィンって誰かに感謝をするっていうことだったり、あとは達成した喜びを知ってるっていうことがエンドルフィンを出すことにつながるので、エンドルフィンとかドーパミンを出しすぎなくする方法というか、自分でコントロールすることなんですか。気持ちを高めていって行くためにはエンドルフィンとかドーパミンも出さなきゃいけないので、はい、監督とかコーチたちの声かけによってそういうエンドルフィンドーパミンが出やすい状態にしてあげるってことは大切なのかなと、はいはい、あとはそのくじけそうになってる人間にドーパミンエンドルフィンを出させるってことは重要なのかもしれませんけど、日頃の練習ではやっぱ小脳を鍛えるってところで言うと、エンドルフィンとかドーパミンっていうものに出る状況を減らしてあげてトレーニングをしていく、基礎とか正しい
動きとかを身につけるってことって大して面白くないと思うんですよね、うんうん、だから面白いものがあるとか期待したりとか、うん、その後のなんかこうご褒美とかそういうなんか何か感情によってそれをやろうとかっていうのをやり始めちゃうと多分左右されたりそうですね。ドーパミンを出さないとエンドルフィンを出さないとパフォーマンスが上がらないっていう麻薬みたいなものに頼るような運動はやめた方がいいっていうことですよね、うん、なるほど。ある種のちょっとドーピングみたいなことになってそうですね。もう淡々と日々やり続けるっていうことが大切で、まあ、それが結果小脳を鍛えるにもつながってくると思うので、そうですね。メンタルっていう部分でもすごく大切なことだと思うんですよね。面白くなくなってきますよね。そうですね。振り回されると、こんだけつまらないことを淡々とやれたんだから心の支えぐらいには、うん、まあ、してもいい、ね、うん、そうですそうですそうです。まあ、指導者側がちょっと一つのきっかけとしてドーパミンを出させるぐらいのちょっと気持ちを意識してあげるとか、なんか楽しいことを見つけてそこに向かっていく中でより楽しさを個人の成果として出したいのであれば、あんまりドーパミンに頼らない方が大きな喜びが生まれるんじゃないかなっていう、うん、はあ、なるほど、うん、結構深いですねなんかこのスポーツだけにも限らず、そうですね、はい、そこを意識するだけでもだいぶ違うんだろうなっていうふうに思いました。はい、はい、というわけで今日もなんか細かいところまで分かりやすく教えてくださり、はい、ありがとうございました。またジャック先生の授業楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。